斉藤明でございます。実は本日関東社会関東サッカーリーグの最終節、東京23とブリオベッカ浦安見に行ってんですけど、ここで速報が入りましたんで、いわき古川がライメルに0対11で負けました。0対11ですよ。この結果ラインメールが勝ち点39となって、眼中コバウトウェと1差。そしてですね、残り3試合で勝ち点5となってしまいました。この古川の方は従いまして、なんと3連勝しても14、ゼブラには追いつけないということになりまして、盛岡ゼブラ T1 残留決定でございます。バンザーイバンザーイバンザーイ、ということでですね、今日ですね、東京23ブリオベッカ浦安、前者のね優勝候補と言われているチームですからね、私結構今年は関東来るんじゃないかなと。まあ特に浦安はグルージャもガンジも負けてますんで、そういうチームはねやっぱり怖いんじゃないかなと見てるんですけど、怪我してた秋葉と清水が復活しましたし、関東2連覇いけそうな気がするんですけどね、やっぱりそうはさせじと2度目の全社優勝を狙う東京23下克上なるかって、まあ3連勝でね勢いつけてほしいんですけどね。では行ってまいります。俺たちの力を見せてやろうぜ、
攻めよう攻めよう攻めよう。行こうよ。行こうよ。いや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 。東京23行け。おお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 だと上松か。
コーナー。食べよ。なんで盛り上がってんの？コーナーだよ。集中ここ。おめえら勝つなよ、おめえら。
竹中ぶっ倒れた。さあ。なんだよ。ああ。やってくれやってくれもう。ご覧いただきましたように、本日の試合は1対1で引き分けに終わりました。ご声援ありがとうございました。うん。これじゃグルージャに負けるな。負けたわけじゃないから。いや違う、グルージャには負けるって。いや、まったく田村の時と田村とかで、ほんとそうだよ。これで宮崎に負けたら8さん、グルージャの次期監督候補に入れちゃいますから。抽選会の当選番号をお知らせします。1等96番、ミオベッカー。7番、ミオベッカー。132番、ミオベッカー。当選された方はメインスタンド2階にあります東京 23FC ブースにお越しください。お疲れお疲れ。おい頼むよ、サチさん、池田せよかっただろう。なんで池田さなかった、初だ。勝てただろうが。もうこれもう全社でね、もう言われててさ、もう全社負けたらもう全社でね、皆様にお知らせがございます。本日は選手の全員のダンスの後、お見送りはスタンドの一番で行いますので、全員の階段か中の中央を通らずに通用門の方にお戻りいただけたらと思います。またさん、お帰り、またさん、お帰り、お疲れ、お疲れ。最終戦ってことで、このリーグ戦、まあ短い期間で、まあそのシーズン通して応援ありがとうございました。まだリーグ優勝はなくなって、まあ、JFL に行くためには全勝を勝ち上がらなくてはいけなくて、まあ絶対、まあチームみんな本当にそこで優勝して止血行って、そして JFL に上がるっていう気持ちを持って毎日練習に取り組んでます。で、まあ、今日本当に、まあ、僕が BK 外さなかったら勝ってたんですけど、まあ、外してしまって本当に申し訳ないと思いますし、まあ、本当このなんだ、まあ、この気持ちをしっかり、まあ、明日から電車に向けて持っていくんで、また応援よろしくお願いします。はい、続きまして、東京 23FC 監督の八村正史よりご挨拶があります。八村監督、よろしくお願いします。マシの結果人気。本日はありがとうございました。前節と同じように、今最初に、浮かぶ言葉は、皆さんへの感謝という気持ちです。長いシーズン一緒に戦ってくださって本当に、感謝しています。ありがとうございました。そしてリーグ優勝逃してしまったこと申し訳なかったです。チーム選手たちたくさんの敗戦ちょっとしすぎましたね。引き分け、その時の葛藤とか
不安とか迷い、それを乗り越えてここまで来たと思います。その敗北というものが間違いなくこの選手たちを磨いてくれていると思います。その力を持って、前者に挑み、止血に挑みたいと思います。そしてでもまだまだ本当に今日も勝つことができなかった。浦安さんは本当に素晴らしいチームで、チャンピオンにふさわしいチームで、最後やっぱり追いつかれてしまった。やっぱりまだまだ東京23さんは力がないんだなっていうことをまた今日改めて痛感しました。その分をやっぱりみんなの応援が必要だなっていう、これから全社止血また一緒に戦ってください。そして最後にみんなで笑いましょう。本当にどうもありがとうございました。こちらカブ君ありがとうございました。来月10月17日より東京 23FC は岩手県で開催される全国社会人サッカー選手権大会に臨みます。皆様今後とも東京 23FC へのご声援よろしくお願いいたします。本日はご来場誠にありがとうございました。東京23とはベストボール、もう23とは